朝のお散歩行ってきます。なんかあっちの方に公園があって、行ったことなかったんだけど、ほんとすぐそこなんだけど、あるので行ってきます。行きました、すぐそこの公園。公園つってもなんか別に何かがあるわけじゃないんだけど、芝生と椅子とテーブルがあるぐらいで、別になんかアスレチックとかがあるわけじゃないんだけど、ちょっとここを、あ、でもちょっとスプリンクラーかかってるけど、まあ行けるでしょ、多分行けるとこまでちょっと行こうと思います。おはようございます。今日は10月の24日ですね。ちょっともう12時になっちゃったんですけど、朝ごはんはこの間作ったバナナブレッド食べて、今洗濯物ちょっとして、今日はねちょっと曇ってて、そう朝ね散歩行ってきたじゃん。その後からちょっと、まあその後もその時もちょっとね、あの天気良くなかったんだけど、珍しいんだよね曇りっていうのが。まあ、29度、暑いよ。まだ32度とか、暑い日だと36度ある日もあるのでまだまだですね。来週の火曜日水曜日あたりが27度だけど、今年のハロウィンはだいぶ暑いハロウィンになりそうですね。いつになったら涼しくなるのかわかんないから、ちょっとなんか服もなんかどうしていいのかわかんなくてとりあえずまだまだ全然夏服って感じですね。で今昨日お買い物に行ってきて、ちょっとそのクリップ入れときますね。ちょっと今日日曜日でビログ撮ってないんですけど、多分これ明日のビログに、月曜のビログに混ざってると思うんですけど、お土産をねターゲットでさっき買ってきたので、ちょっと買ってきたものを見せたいと思います。結構あるので、まあちゃっと見せますね。まずなんかマカロニチーズ、これ全部基本的にお土産、まあこういう生活用品、これ先生のやつなんだけど、トラベル用のパック、オレオのメガスタッフ、ちょっとね珍しいのをいろいろ買ったんで、あとこの辺はまあこれは私のコンタクトで、これシェービングクリームちょっと試してみようと思って、あとはハンドサニタイザーとか、あとハンドクリームとか、ハンドソープとか、こういう系のもので、これお土産いいなと思って、シリアルのパックはい、2ドルぐらいとか3ドルぐらいかなだったから、まあ親戚だか友達だかに、ちょっとね誰をどれを誰にあげるって決めてないんだけど、とりあえず買ったので、はい、これでしょ、これでしょ、でこれがめっちゃ美味しいやつね、ブラウニーの、チップスなんだけど、チップスっていうのかな、ブラウニーがカリカリしてるやつなんだけど、これめっちゃ美味しくてみんな大好きなやつですね。と、もうちゃっといきますね。この辺クラッカーとか、これはちょっと適当にステッカー買っただけですね。あとこれがちょっと安くなってたので、ゴールドフィッシュ、いつもの、まあ多分お父さんか誰かにあげると思います。あとはこの辺はちょっとね、おいっ子のお土産もまだ残ってあるんだけど、コーヒー、トーステッドヘーゼルナッツのコーヒーと、その辺はまあ子供服とかなんかおもちゃとかです。あとこれもなんか衛生系の、衛生用品系のこういうね、ちっちゃいデオドラント1ドルで売って、トラベルセクションのとこに売ってるのでちょっとフォーカスしてくれないけど、はい、これを何個かと、あとうちの実家が大好きなコルゲートいっぱいと、おすすめのこのヘアトリートメント友達に行って買いました。よいしょ、これはないかな、これはあれだ、服だ、セールだったんで買いました。でもっとシリアルと同じやつね。でこれチーズイットっていう有名なクラッカーなんだけど、これ好きなので4パックずつ入ってるやつが3種類なんで、これもちょっとばらけて、箱はちょっと持ってくのあれだから全部箱から出して持ってこうかなと思ってます。これはチーズイットのオリジナルと、さらにクッキーと、これもクッキー、M&M が入ってるクッキーですね。でこれももう一個がミニオレオ、これはわかんない、多分ナッツ系、なんていうの、ピーナッツバター系のやつですね。あとはこのクッキーのやつで、まあ同じように4パックずつ入ってるみたいですね。はい、それぐらいかな。あとちょっとすいませんね。あとこれビールなんだけど、アリゾナのビールで有名なやつです。スコッツデールブロンドっていうアリゾナのビールがあるんで、これをちょっと重いけど、まあ私そんなに洋服持ってかないので、向こうでねまだ
持ってきてない服とかも結構あるので、一応それを持って帰る予定なので、めっちゃ舐めてるじゃん、もう。なんでこれをね、6パック持ってきます。お酒ちょっと持ってきるかわかんないけど、まあ多分こっちから帰る分には大丈夫だと思うので、はい、まあそれぐらいかな。あとは、多分それぐらいだと思います。はい、こんな感じでちょっとすごいめちゃめちゃだけどお土産を買いました。昨日ね、そういろいろお土産を買ってきて、でいろいろ詰めて、でまだ洋服とか詰めてないんだけど、何着ていけばいいかなと思って、こっちは暑いけどカリフォルニアは涼しいし日本は寒いしっていう、よくわかんない天気なのでちょっとね、まあ、もうちょっとまああるから少し涼しくなればいいなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。まあとりあえずは、もう12時だからご飯の用意でも始めようかな。今日のお昼ご飯、超見た目悪いんだけど、ラーメンにしました。ちょっとね、もう食べかけだけど卵だけ入れてちょっと簡単にしました。ちょっと夜ご飯にミートボールかなんか作ろうかなと思ってるので、今日はお昼は簡単にしました。ただいま時間が6時1分、ちょうど1分になりましたね。今日の夕飯はハンバーグ作ろうと思ってて、ハンバーグの材料があったからね。ただ牛乳だけちょっとなくて、で牛乳をどっちにしてもみんなが朝ごはん食べるシリアルとかに使わないとってことで、ちょっと牛乳をうちのこの町のスーパーに、ちっちゃいんだけどね、そんな大きいスーパーじゃないんだけど、まあ必要なものは揃うスーパーなので、そこに行ってちょっと牛乳を買ってこようと思います。まあ牛乳以外もなんかなんだろうね、パンかなんか買おうかなとは思うんだけど、最後に買い物行ったのいつだったっけね。最後に買い物行ったのあれか、先生がユタ行く前のやつか、だから結構日にちも経って、まあいろいろ買っては置いてるからいろいろあるんだけど、ちょっとね、まあ、必要なものをちょっと買いに行ってこようと思います。お店着きました。このスタバのやつ超気になる。コーヒークリーム、パンプキンスパイスラテとペッパーミントモカ、もうこの季節が、これもペパーミントモカだし、もう冬バージョンですね、この辺全部。とりあえずこのバカでかいタンクで買っても多分1週間持たないので、とりあえず1個買ってきます。お家帰ってきて、ちょっと子供たちがね、みんなお腹ペコペコだったので、ご飯の取る前に食べちゃって、もう食べ終わっちゃいました。今時間が7時56分なんだけど、まだ早いね、まだ8時だから。ほんとね、なんかみんな食べるの早いからさ、なんか時間が余っちゃってって言ったらおかしいけど、もうお昼ご飯食べてゆっくりしたらすぐもう夕飯の支度して、でその後食べたら逆に時間が余るっておかしいけど、まあでも個人的にはこうなんか前はずっとね8時とかに食べてた、7時8時に食べてたから、この時間ぐらいに食べてたからちょうどなんか変な感じだけどね、なんかもうちょっと疲れてきちゃって。なんか、なんていうの、環境の変化、まあ別に、なんていうんだろうな、地域が変わったわけじゃないしね、まあ予想してたことだから、この家に住むこと自体はまあ別にそこまでなんかストレスにならないけど、最近はね、ちょっとやっぱ人と暮らすってちょっと大変だなと思って、なんかあんま愚痴言いたくないけど、ちょっと愚痴になっちゃうけど、ね、今まで先生と2人で自由にさ、お腹空いたらご飯作って、食べたいもの作って、食べたいだけ食べて、お腹いっぱいになって、夜自分たちの好きなことしてとかって思ってやってたけど、まあ、朝も昼もね、なんか誰かとやっぱ暮らすってなるとね、自分がお腹空いてなくてもみんながお腹空いてるし、特にね子供たちだから、なんか作ってあげないと他のもの食べちゃうから、勝手にね、なんかシリアルとか食べちゃうのね。でそれを食べられちゃったらさ、後でご飯作ろうと思って作って出しても食べないわけ。それの方がもっと嫌じゃん。でシリアル、まあ別にシリアルが悪いわけじゃないけどね、なんか個人的にっていうか、こうやっぱ日本人的にはシリアルなんてただのお菓子じゃんっていう感覚だから、朝ごはんだったらいいけど、まあ夜ご飯に食べてほしくないからねっていうのがあって、まあその辺ですごいなんかこう葛藤があって、で学校のご飯、お昼ご飯が美味しくないらしいの、
あの一応ランチがあって買えるんだけど美味しくないらしいので、でみんなご飯を買わず食べずに家に帰ってくるのね。で朝ごはんも寝坊した時は食べないから、なんか本当にもうペコペコで帰ってくるわけで、まあ帰ってくるのも2時半3時半とかなんだけど、でその時にね、なんか用意しといてあげないと、なんかだからランチをね持ってかせた方がいいのかなと思うんだけど、なんか先生が友達と遊びたがる、遊ぶ時間もあるし多分食べないかもみたいなこと言ってて、ね、無駄になるのももったいないから、まあ、とりあえず帰ってきたら何か用意して食べさせて、まあ本当に簡単なやつだけど軽食みたいな感じで食べさせて、でもそれがもうね3時半とかだから、でそれが終わったら4時5時とかでもう ご飯じゃん、夜ご飯じゃん、だからなんか食べれる量とかなんかいろいろ考えてるともうすっごい大変で、そういうのが今までには全然なかった感じだからね、だからもうその辺のちょっとストレスって言ったらまああれだけど、なんかメンタル的にちょっと疲れてて、体力的には別に全然疲れないんだけど、メンタル的にね、なんかあれもしなきゃこれもしなきゃ、でやっぱ年頃のね子たちだから喧嘩ももう毎日のようにするからさ、でも自分は何も言えないからね、別になんていうのおばさんなわけじゃん、だからね、なんか注意っていうか、まあそういうのもできればいいけど、まあ、先生がやってくれるからそこはまあ任せてねやってもらうけど、なんかそういうのも含めてなんかちょっと大変で、まああと私も数週間でね日本に行くから、もうほんとちょうどタイミング良かったかなとも思うので、まあ若干みんなのこと心配だけど、あのまあ別にね赤ちゃんじゃないからみんな別に何自分のことは自分でできると思うけどね、だからまあ良かったなと思って、私も久々の日本をちょっとねゆっくり楽しみたいなと思ってます。もうすんごい楽しみなん でそれが終わったらもう年末でしょ、12月でクリスマスがあってとかって考えたらまあ頑張ろうと思うのでね、まあちょっと今日愚痴になっちゃったけど、そして全然ビログ撮れてないっていうね、もうなんか4分も喋ってるけど、なんでちょっと今日はこんな感じで申し訳ないですけど、はい、とりあえず今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。私のビログでお会いしましょう。バイバイ。